ディナダン卿は、アーサー王物語に登場する円卓の騎士のメンバー。兄弟にラコートマルタイユこと、ブルーの卿がいる。自身の武勇のほどは、円卓の騎士の中では大したことがなく、槍試合では負けることが多い。だが話術に優れた、明るく屈託のない性格から、たびたび他の騎士や貴婦人を笑わせている。恋愛沙汰に関しては相当疎い。 そんなに武勇に秀でているわけでないため、ディナダン教を主人公とする話よりも、誰か他の騎士を主人公とするエピソードに同系役、あるいは良き仲間として登場することが多い。特にトリスタン教とはかなり親しい仲であり、トリスタン教絡みのエピソードが多い。例えば、トリスタンに対して、コーンウォールのマーク王がひどい扱いをしているのを知って、マーク王に対して、 ラモラック鏡を消しかけて痛い目に合わせたり、マーク王をひどく貶める悪口の死を作曲し、ハープ弾きに演奏させたりしていた。しかし彼のユーモアあるシャレはモルドレットにとっては、嘲笑や皮肉と同義であり、忌み嫌われていた。また観察眼も優れていたため謀反を看破されることを危惧したモルドレットによって、聖杯探求時に殺されてしまう。ありがとうございます。